であと一方で、まあ、東京都知事選挙は来年の参議院選挙に向けて今もう集金人が来なくなってます。ただどうもコールセンターが来てる話でいくと4月以降も集金人が来てるというような話があるので、これもちょっと NHK に確認してもらってですね、個別訪問してるのか、前みたいなNHK の名前を使って求人を出してるだけみたいなパターンもあるので、 NHK の名前を語って個別訪問してる悪質な業者なのかもしれないし、 NHK の職員が行ってるのかもしれないし、派遣社員っていうのは聞きましたね。派遣っていうのはもう3月末終わりじゃなかった、NHK に雇用されてる派遣社員が来ましたっていうのは聞きましたね。それは3月末じゃなくて今月に僕の方にメッセージ来ましたね。ああ、ちょっともう一回確認してくれ。それ3月でいわゆる地域スタッフも廃止するって聞いてるからね。地域スタッフは廃止しないといけない。じゃあ地域スタッフなのか。じゃあごめんなさい、じゃあ地域スタッフが何人残ってて1日平均どれぐらい訪問してるのかぐらいの、ちょっとその質問だけ投げておいてくれるかな。以前同じ質問投げたら教えてもらえません、あ、訪問してる件数をしないっていうこと。はい、教えてもらえます。もう一回聞いてみます。件数は別にして人数も教えてくれない。はい、教えてくれなかった。はあ、すごいねっていう、まあそういうところもまた政見放送でね、今のところ30人出す予定なので、そこでこういったことを教えてくれないみたいなこともまた教えてくれないと変だけどまあもう実態をもう一回夏の東京都知事選挙で、来年のもうすでに参議院選挙の方に相当イメージを膨らませていってるんですが、まあ、いずれにしても東京都知事選挙で再び NHK のスタジオで NHK をぶっ壊すと連行していって、まあ、お金を払わない 22% に入った方が得だというようなところ、もちろんそこに入るためには口座引き落としをやめることっていうようなところをですね、しっかりとアピールしていくために都知事選に向けてしっかりやっていきますので、よろしくお願いいたします。NHK をぶっ壊す。うわ、すげえ。ありがとうございます。